すごい、なんかいろいろ絵が出てきたよ。フォフォフォ。良い覗きっぷりちゃったぞ、いいな。やめてよ、なんか変態みたいな人を。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、なんだ一人だけ寝やがって。ちっ、おとなしくなったと思ったら、変わらず口の減らない女だぜ。だが、あの女が欲しがっていたもの、よく全部作れたな。頑張ったよ、めっちゃ頑張ったよ。ものづくりか。うん。何？やっぱり破壊する方が好き？指導やもんね。おい、ものづくりってやつ、俺にもやらせろよ。俺にも作業台とやらを使わせてみろ。マジで？やるの？おいでよ、じゃあ。こっちこっち。はい。お前が物を作ってるところ、ずっと後ろで見てきたが、この作業台があれば物を作れるんだよな。後ろじゃなくて横で見た方が見えると思うよ。どれどれ。ものづくりの才能が壊滅的になかったりとかせんかな。破壊神。やっぱり作れない。超乱暴に扱わないで。そんなに怒るなって。次はどうだ。どんどん爆発がでかくなっていく。大変。どういうことだ？物なんか全然作れないぞ。くそ、どうなってやがる。俺には物を作る力がないのか？ビルダーにはなれないってことかよ。ち、物作りなんてほんの少しだけ面白そうだと思ったが、これはどうしようもなそうだな。せっかく興味持ってくれたのにね。仕方ない。お前、俺のためにも何か作れよ。あの女にはあんなに作ってやったんだ。一つくらい作ってくれてもいいだろう。まあいいけど何？お、なんか思いついた。作って欲しいものを聞くんじゃなくて、こっちが勝手に。おー、コンボ、木材を削って加工した武器。指導専用装備？なるほどね。ふんふんふん。じゃ、それで武器を作ってあげればよろしいわけね。はい、コンボを一個。簡単に作れたよ。ん？なんだそのチンケな棒や。いや、でも素手より全然いいよ。何？物を壊すのが得意って言うから、専用のコンボを作ってみたらどう？そいつはいい。そのコンボってやつ、早く俺に装備させろよ。ん？どうすればいいんだ？これを、あ、装備。はい。お、これが俺専用の武器か。どれどれ。うわぁ、威力がちょ危ないから。危ないって近くでやらないで。はっはっはっは。なかなかいい振り心地だぜ。これなら派手に魔物をぶっ倒すそうだ。このコンボ、素材から作ったってわけだ。お前なかなかやるじゃないか。ありがとう。ありがとな、ビルダー見習い。このコンボ、気に入ったぜ。お、それはよかった。ん？何？お前は感じたか？向こうにスライムより強い魔物の気配がある。コンボを試すのにぴったりだ。ついでに、俺が弱っちいお前に戦い方を教えてやる。俺と一緒なら少しは強くなれるだろう。気配がしたのはこの海岸の西だ。魔物をぶっ倒しに行くぞ。地図に目的地が表示された。あ、ちゃんとあるんやね、一応そういうのが。おお。お腹が減ってきた。満腹度が 0% になると走ったり連続で叩いたりできなくなる。そうなる前に食べ物を食べよう。ちょっと待ってね。あ、あれか、パーセンテージ。なるほど。もっともっと食べとこう。めっちゃ食べるやつ。とりあえず 50% ぐらいでいっか。さあ。あ、これ違った。いざ目的地へ。しかしあんまり連続で走ることができないんだよな。ちゃんと回復してからじゃないと動けないんだよな。お、もうちょっとやん。え、この壁の向こう、びっくりした。魔物の群れが現れた。くっそ、やってやるぜ。ほんとや、油絞れた。スライムから油が絞れた。これちゃんとやっつけるよんかな。あ、あと一匹や、こいつだけ。戦えよ、指導。イェーイ、やったね。結構弱かった、普通に。おお、かわいい。ハイタッチした。まあ、なんだ今のは。お前が手を出すから、まず叩いちまったが。ハイタッチってやつよ。何？ハイタッチだと？何かをやり遂げた時にするポーズなのか？チッ、ナンパの振る舞いだぜ。まあ、悪い気もしないがな。ところで、どうなんだ？俺と一緒に魔物を倒してみて、戦いにコツはつかめたのか？どうやろ、わからん。普通。お、アイナたちのレベルが上がった。じゃあコツはつかめたということでよろしいのか？二人
人とも上がったんか。アイナたちのレベルが2に上がった。うん、やったね。よし、魔物を倒して一緒に強くなれたな。うん、だが、お前はビルダーだ。強い敵は俺に任せておけ。その代わり、物を作るのは任せたからな。役割分担大事。うん、やっぱり俺には物を壊す方が似合いみたいだ。物作りってやつに少し興味があったんだかな。まあ、でも集めてくれるけんね、材料。さてと、あの女のことも心配だ。部屋に戻って俺たちも寝るとしようぜ。なんかここから召喚されてきそうな感じせん？なになに？アユナ、お前の物作り、なかなかのもんだぜ。夜が明けたらこの島、一緒に探検しような。ありがとう。何の間やったんやろ、さっきの。はい、おはよう。へい、じゃねえわ。おはよう、二人とも。今日からルルとユカイの仲間たちの無人島生活の始まりね。お前がメインではない。さあ、まずは朝ごはんとして浜辺から昆布を。何？え、いやー、どうした？え、どうした？桃のか？ないの、ないのよ。ルルの焼き桃貝がないの。朝のデザートにと思って半分取っておいたのに、指導を早く返しなさいよ。何？俺はそんなもの。てか、デザートなんすか？おかずじゃないの。ん？この気配は。え、なになになに、魔物？おい、お前たちあれ見ろ。何？あ、きっとあいつよ。あいつがルルの焼き桃貝を取ったんだわ。え、じゃあ思いっきり部屋の中入ってきとるやん。てか、宙に浮いてない？フォッフォッフォッ。え、何？幽霊？宙には浮いてないんか。おー、なに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 、破壊力半端なくない？下の方叩いただけやのにさ、上の方まで一気に崩れようんやけど。え、どんだけ？え、ちょ、やばい。いや、確実に普通のモンスターじゃないよね。あいつ何しやがったんだ？あれは階段か？フォフォフォーイ、こっちじゃぞい。なに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 、あ、火まで灯った。ふふ。え、なんなの？なんだあのふざけたじじいなのか、モンスターじゃないのか。だがあいつならこの島のことを知ってるかもしれないな。あいな、ルル。あの白い大きいやつを追いかけるぞ。ルルも一緒に行くの？ルルの焼き桃貝を取り返すの。早く行くわよ。なんだあの白いの、あんなやつ見たことないぞ。見たことはあるけどさ、大きい槌でしょ、要は。ここちゃんと一段ずつ上がっていかんといかんのや、めんどくせえな。さ、大木槌は一体どこへ行ったんだ。え、おらん、あ、奥か。おった。やっぱり浮いとるね、あの子。フォフォフォーイ、こっちじゃ。なんなの？でも消えても向こう側にちゃんと姿を現してくれるけん、どの辺におるかっていうのは大体わかるね。なんなんだ、あのじじいは。舐め腐りやがって。だが、このおかしな空は一体。空？空なんかどうでもいいわ。早くルルに焼き桃貝を取り返して。どんだけだよ。食い意地張りすぎやろ。焼き桃貝なんかどうでもいいわ。なんやけど、こっちからしたら。お、火が灯る。道案内してくれるのね。ありがとう。そして疲れた。疲れたよ。どこ？ん？こっち？あ、こっちか。ほうほう。お、おる、あっこに。ほれ、こっちじゃない？え、でもそこもう、よね、そこまでしかないよね。え、なに？どこ行ったの？え、まださらに先ある？もうぴょんぴょん、どこまで行くのよ。舐めたじじいだが、どこか妙な力を感じる。急いで追いかけるんだ。追いかけてますよ。でもほら、ここで、あ、こっち側に行ったってことか。なるほどね。紛らわしい方向向いてんじゃねえよ。はい。この上の方かな。まださっき？どこにいるの？く。ん？あ、なんかさらに上に階段が。ん？なんなんこれ、遺跡？あ、宝箱が2つある。どっちかしか選べんとかそういうパターンかな、これ。なんだこれ、無人島にこんなものが。ま、かつては、何かしら文明が栄えていたんだろうね。アイナ、あいつを追うぞ。ここが何なのか吐かせるんだ。
君は焼き桃貝のことしか頭にないのか？もっとちゃんと目の前の現実を見ろよ。何ここ？なんかここ、落ちそうじゃない人は大丈夫？さあ追い詰めたわよ。ルルの焼き桃貝を返しなさい。良いではないか。焼き桃貝の一つや二つ。痛い気な老王傷に恵んでくれても。ダメよ。この白じじ。あれはルルのためにアイナが作ってくれたんだから。気持ち的なもの。わしはの、ビルダーが来るのを待っておったのじゃ。もう何年も何年も。ビルダーを？そうじゃ。焼き桃貝を取ったのもビルダーの気を引き、ここに連れてきたかったがため。食いたかったわけではなく。ビルダーよ。この壊れた神殿を見てくれ。お主、ビルダーならば修理できんか？神殿を修理するための建材は、目の前の二つの宝箱に入っておるが、設計図もなく、神殿を修理するなど、お主のように緩み切った顔のビルダーにはやはり無理かの。設計図ないの？人をおびき寄せておいてなんだあのジジイは。てか勝手に諦めて消えたけどどういうこと？で、設計図って何なんだ？設計図は設計図だよ。あ、設計図思いつく？まさかの。なに飛んでった。なに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 。お、設計図を思い描いたってことね、今。さすが。神殿の設計図を描いた。ブロックが40個、石レンガが36個、かがり火が4個いると。ふんふんふん。そういうことらしいわ。おい、この地面の線はなんだ？まさかこれが設計図ってやつか？へえ、見たこともない神殿の設計図を描けるなんて、あなたなかなかすごいじゃない。設計図をよーく見て、全く同じになるように建材を置いていけば、設計図の建物が完成できそうよ。そういや、あのじじい、神殿を作るための建材が宝箱に入ってるって言ってやがったな。石レンガを並べて、上にかがり火を置けばいいみたい。置き間違えたらグローブで外せるわね。よし、あゆな、あのじじいの鼻を明かしてやろうぜ。設計図をよく見て、神殿を完成させてみろよ。設計図通りに作ろう。設計図の上で、四角を押すと、詳しい内容を見ることができる。設計図をよく見ながら全く同じになるようにブロックを並べていこう。ということだから。さあ、これで、石レンガを手に入れた。やったね。集めに行かずとも、材料はすべて手に入る。あれ材料足りんくね？かがり火と石レンガだけ？足りんやん。待って、普通に足りんやん。ちょ、待って。その、神殿の設計図、設計図を見る。設計図を見るのはどれ？あ、撮影した。撮影した。設計図。要は、あっこの部分。あ、なるほどね。そういうことね。じゃ、とりあえず、ここに置いていけばいいってことやろ？はいはい。オッケー。二つも置いてしまっている。ちょ、待って。助けて。ちょ、君ら邪魔よ。あ、そっか、これはこのまんま取れるのね。はい。これで、あとは、ほっ。あ、違う、上じゃないんだ。上ではなくてだね。はい。今、神殿の設計図 60%。はい。あ、違うところに置いた。じゃ、君ら邪魔。君ら邪魔です。はい、こんな感じで、置いて、全然違うところに置いてく。全く違うところに置いていく。お、ちょっと待って。これ上から置いたら、大丈夫やね。はい。これで、あとは、かがり火3つを、真ん中にセットしていけばいいかな。はい。これで、
完成、神殿の設計図が完成した。めっちゃ喜びよ、ルル。何もしてないのに。おう。やったないな。これで設計図が完成したわけだ。ルルとのハイタッチはないの。すごいじゃない。設計図があれば、ルルが建ててほしいものも簡単に完成させられそうね。だがいいな。お前がいくらビルダーでも、どうしてあんな設計図が描けるんだ？想像力が豊かなんだ。そうか。わかったぜ。お前の背中のそのでかい本に秘密があるんだろ。うん、おいやいな。その本、俺にも見せろ。お、これを見れば、え？何？断るだと？随分はっきり言うじゃないか。どうしたの、アユナ？あなた顔が赤いわよ。まさかその本、エッチな本のじゃないでしょうね。違うやろ。エッチな本？フォフォフォ。神殿を完成させてくれたのじゃな。お主ならやってくれると思っておったぞい。てか、これで完成？見たこともない建物の設計図すら、自ら描けるのもビルダーの力。お主は本物のビルダーじゃ。認められたね。では、アユナ、ささやかじゃが、わしからお主に神殿を修理してくれた礼をしよう。さあ、これを受け取るがよい。なになになに？ほい！大きい槌手に入れた、やった。ビルダー道具ゲット。ハンマー、硬いものを豪快に破壊。何よ、この薄汚いハンマーは。焼き桃貝を返してくれると思ったのに。それは大木槌。ビルダーの象徴とも言える道具なのじゃ。大木槌ならば、今まで壊せなかったものが壊せる。より多くのものを素材にできるじゃろう。ってことは、岩とかが壊せるようになるってことやね。そして、アユナよ。お主にわしからもう一つやるものがある。何？それは、なんと、この島丸ごと全部じゃ。島の神様か何かですか？え？島を丸ごとくれるの？神殿を修理しただけで？それほど大事な神殿だったんだ、きっと。広いな。何あれ？なんかある。この島は空っぽ島。かつてこの世界にいた西へのビルダーが自らの夢を詰め込もうとした島じゃ。断念したのね。ね、今作業台みたいなのもあったよね。結構綺麗めの。ボロいやつじゃなくて。至るところにいろんなものがありそう。あっちの方炎あるし。しかし、今は全てが失われ、島には何もない。あるのはイニシエヌビルダーの意志だけ。あれなんなんやろ？扉なんかな？うわぁ、いろんな地方あるな。これ雪かな？わしは待っておったのじゃ。島をものづくりで満たしてくれるビルダーが現れるの。それをビルダーのアイナにやらせようってわけだ。この島は何を作ってもいいんだな。まあいいでしょ別に。でもそれで人が増えたりとかするんかな。前回みたいに仲間が増えていく。どこから来るんか知らんけど、ここ無人島やし。だがジジイ、お前は何者なんだ？この島はお前のものなのか？そうじゃ。そしてわしはこの島の神様的な妖精的なあれじゃ。アイナ、なんだかよくわからないけど、くれるって言うんだからもらっておいたらどう？ルルは帰る場所もないし、ここで何か作るなら付き合うわよ。俺もだ。どうせ記憶もなければ行くあてもない。お前ならここに住んでもいいぜ。さあ、どうじゃ、アユナ。この島丸ごともらってくれるか。もらいます。それは当然。いい返事ね。これから三人でここにルル王国を作りましょう。嫌よ。バカ言え。これから俺たちで指導帝国を作るんだ。そうだろ、アユナ。モンスターたちが喜びそうな名前だわ。喧嘩をするな、喧嘩を。フォフォフォ。では、アユナ。今からこの島は丸ごとすべてお主のものじゃ。さて、次はその大木槌で神殿の上にある土の壁を壊してみるがよい。壁の奥にとっておきのお宝があるぞい。お、やったー。くれるんや、それ。嬉しい。ビルダー道具に大木槌。武器では壊せない硬いものを壊せるぞ。ZR が叩く。で、押しっぱなしだと連続で叩く。A を押すとグローブと切り替えられる。ふんふんふん。オッケー。いいね、いいね。これも素材になるんやね、ちゃんと。お？まさかお宝ってこれなの？このボロっちい板切れが？掲示板みたいな。それは掲示板。似て非なる世界の様子を覗き見できる不思議な不思議な道具での。まあ説明は後でよかろう。早速掲示板を覗いてみるがよい。掲示板を見てみよう。掲示板には世界中にビルダーたちが自慢の写真を公開している。
人の作品を研究してすごいものを作ろう。オンラインに接続する必要があります。え、すごい。あ、じゃあ何？この島全体を、まあ、作品としてみんながいろんなの作りよるってことか。え、すごくない？これはなんか飛び盛り的な、それぐらいなんかやり込んで、めっちゃ作る人がおりそうな感じするよね。あ、すごい、なんかいろいろ絵が出てきたよ。フォッフォッフォ。良い覗きっぷりちゃったぞ、いいな。やめてよ、なんか変態みたいな人を。素敵な写真がいっぱい。最初は太郎のいたきれかと思ったけど、掲示板ってすごいのね。あ、じゃあさっきからなんかいろいろ写っとった各地にあるのは掲示板かな。あいでも早速写真を撮って掲示板に投稿してみて。フォッフォッフォ。ではこれからのことを話そう。もう一度お城のところに来るがよい。写真を撮ってみよう。メニューを開いて X で写真の撮影モードを。撮った写真はシステムのアルバムに最大99枚保存される。なるほど。で、何？どこ？おじさん。え、おじさんいた。へい。フォッフォッフォ。よくぞ掲示板を覗いたの。どうじゃ、無夫婦なものを見られたか。その掲示板があれば、異なる世界に異なるビルダーが作ったものをいつでもどこでも見ることができる。お主が作った力作を世界の人々に見せつけてやってもよいし、掲示板を見てものづくりの参考にしてもよい。ふーん、なんだかちんぷんかんぷんだけど、とにかく便利そうじゃない。本当にわかってる？でもそんなことよりルル、今頃になって大変なことに気がついちゃったわ。何？島でものづくりするって言っても、ここには素材になりそうなものがないじゃない。桃貝や昆布でお家を作るの？フォッフォッフォ。安心せえ、この城地に抜かりはない。文字通り何もないこの島に、どうやってものづくりの素材を運び込むか、方法は一つしかあるまい。何？何よ。続きを話せ、続きを。ここは空っぽの島。娘さんの言う通り、物を作る素材はほとんどない。それにそもそも、たった3人でこの島を開拓していくのは難しいであろう。そこでじゃ、お主たちには物を作る素材と、この島を共に開拓する仲間を、他の島から探してきてほしいのじゃ。まさかの他の島から。とてつもなく広いこの島に、3人だけで住むのはもったいない。仲間がいれば、島も賑わうぞい。ふんふんふん。だが、どうやって他の島に行くんだ？俺たちは遭難者なんだぜ。フォッフォッフォ。それもそうじゃ。どうしたもんかの。なんだよ、じじい。抜かりはないとか言ったくせしやがって。あら？何？誰か来た？もしや。あー、来とる！フォー、あれは船。これぞ世に言う渡りに船じゃ。たまたまこの空っぽ島にたどり着いた人を勧誘するってこと。絶対嫌やん。まだ発展途上とか。お前、うまいこと言ったつもりかよ。本当に怪しいやつだな。そう言ってくれるな。わしはとうに忘れてしまったのじゃ。自分が誰で、なんであったのか。ひょっとすると、アイナのものづくりを見れば何か思い出せるかもしれぬがよ。死ねぬがの。とにかくアイナ、シド、船のところに行ってみましょう。地図に目的地が表示された。すぐそこやったよね。あれどこ？意外とすぐそこじゃないんだけど。めっちゃ先、あ、いた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 、あれか。なるほど。さあ、お出迎えしてあげようじゃないか、私たちが。どうも。ほう？よかった、人がいたでやす。海の上でハーゴン兄弟の船に近づいちまったと思ったら、急な嵐に巻き込まれちまって。気づいたら海津ない、この妙な海域に迷い込んじまって。波に揺られながらさまよっていたら、ここにたどり着いたでやす。それで、ここはどこなんでやす？あんたたち、ここで何をしてるんで？この島、アイナの島なの。ここに向かうルル王国を作るのよ。ルル王国？おー、なんだか面白そうでやすね。お金儲けの匂いがするでやす。自分の国にも帰れず、どうしようかと思っていた足にとって、これはまさに渡りに船。ち、貴様も渡りに船かよ。流行っとんよ、きっと。足決めたでやす。どうか足をあなたたちのお抱え船長にしてください。お？船使っていいの？やったー。あたりの海域はさっぱりわかりやせんが、近くの島ならこの船でお連れできやすし。はははは、悪くない話じゃないか。チンケの船だが十分使えそうだしな。チンケって言わないであげて。フォッフォッフォ、これで準備ができたの。その船で近くの島に行き、ものづくりの仲間と物を作るための素材を集めてくるがよい。そうね、ルル王国にはまず、綺麗な緑や美しい木が欲しいわ。あとはお腹いっぱいにできる食べ物ね。それならば、モンゾーラという島がぴったりじゃろう。
確かこの島の東にあったはず。モンゾーラ島にはヒゲがダンディな美男子がおるといううふふな展開もあるかもしれんぞい。モンゾーラへの航路はわしが船長に教えるとしよう。新しい島を冒険するなんてなんだかワクワクするでやすね。準備ができたら足に声をかけてくだせ。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。そっか、他の島に行ったら、他の島は無人島ではないんか。じゃあ普通に出会いとかあるわけやね。楽しそう。そこで勧誘とかできるのかな。